ユニバーサルミュージックグループ、ユニバーサルミュージック合同会社は、日本のレコード会社。仏、ビベンディ傘下の米、ユニバーサルミュージックグループの日本法人で、ユニバーサルミュージックジャパンとの別名を持つ。日本に拠点を置く外資系、レコード会社の中では、最大手である。外資系ではあるが役員に、実績のある、生え抜き社員を登用するなど、民族系同業他社と同等の経営体制となっている。日本法人は、前身のポリグラム系3レーベルとユニバーサルビクターを2000年に経営統合させており、ユニバーサルミュージックグループが保有するロック、カントリー、クラシック、ジャズといった洋楽に加え、J-POP、演歌の音源、アーティストを多く擁している。2012年には、親会社による EMI 買収に伴い、同業大手の EMI Music Japan を吸収し、事業規模を拡大している。邦楽、J-POP に関しては、前身のポリグラムでの石坂慶一社長就任後より、同一資本下で独立した制作部門、レーベルを複数設けて、グループ内で切磋琢磨させ、ヒット作を生み出すことを狙いとしており、A&R に注力している。現法人発足後は、社内カンパニー制を取り入れて、制作部門が独立した組織となっているが、ソニーミュージックエンタテインメントや ABEX グループとは異なり、事業分野別の分社化は行っていない。ユニバーサル及びそのロゴマークである、地球儀マークを冠するソフト会社としては、NBC ユニバーサルエンターテインメントジャパンも存在するが、こちらは、コムキャスト、NBC ユニバーサル傘下で、2016年現在、両社に、直接の資本関係はない。ただし、BD、DVD 起動時に登場する、地球儀の BGM についてはかつて提携していた、名残の成果同一の BGM を使用している。現在、ユニバーサルミュージックは、ジャンル別に以下のレーベルからそれぞれ商品を発売している。レーベル名の後に設けた、括弧内のかな表記は例外を除き、非公式である。項目読者のためにメディアなどが使用している代表的な読み方を掲載した。以下に記す規格番号はコンパクトディスクの場合、DVD やブルーレイディスクなど他媒体の場合は3文字目の C の部分が変わる。ユニバーサル、J ユニバーサル、シグマバージンミュージック、EMI レコーズゼンミュージックライトハウスミュージック、USM ジャパントップ、J レコーズ開発本部過去に存在、提携したレーベルポリドール映像、販売会社ユニバーサルミュージック内のビデオソフト企画、発売部門。名称に販売会社とあるが法人格はなく、ユニバーサルミュージック内に置かれた部門である。テレビ番組、映画、お笑いなどのオリジナルビデオなど、ミュージックビデオではないソフトを取り扱う。ポリドールKK時代から、ポリグラム株式会社が、販売元であったため、ポリグラムビデオのロゴが使われた。ポリグラムが原社名へ変更後は、ユニバーサルミュージックとしてのユニバーサルロゴを使用している。1990年代後半には、キッズステーションで、タッチなど旧作テレビアニメのビデオソフトを通信販売する60秒のテレビ CM を放映していた。これは、キティフィルムの母体であった。キティエンタープライズが1995年にポリグラム傘下となり、販売元がポリグラム映像販売会社へ移行した関係による。一方、キティエンタープライズから切り離された本業のキティフィルムは映像ソフト会社として5Sを別に有していたため、現在もキティフィルムがビデオ化権利を保有する作品は同社から発売されている。日本では、NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンが発足すると同じユニバーサルロゴを使用してビデオソフトを発売しているため企画番号や記載されている発売元社名を確認する方法でしか見分けがつかないために販売現場では取り間違えなどのトラブルを起こすこともあった。ただし、ユニバーサル映画が100周年を機に地球儀のロゴマークを新しく改定して、以降、旧ロゴを未だに使う、ユニバーサルミュージックと見分けがつくようになった。ユニバーサル D ユニバーサルミュージック内の受託販売部門。PolyGram時代から小規模レーベルやインディーズレーベルの全国委託販売を積極的に手掛けている。販売委託レーベル自己保有の作品を他社に販売を委託しているもの販売受託レーベル他社保有の作品でユニバーサルミュージックとして販売を請け負っているもの販売受託終了レーベル旧PolyGram系旧 EMI系ユニバーサルミュージックグループ系販売委託レーベルユニバーサル J ユニバーサルシグマゼンミュージック EMI レコーズバージンミュージックデリシャスデリレコーズ E サムレコーズ USM ジャパントップ J レコーズユニバーサル D ユニバーサルギアレイニーレコーズデフジャムレコーディングスソシナライトハウスミュージックプライムミュージックユニバーサルミュージックユニバーサルインターナショナルユニバーサルジャズユニバーサルクラシックス邦楽コンピレーションアルバムサウンドトラック洋楽コンピレーションアルバムサウンドトラック。ありがとうございます。